1ヶ月取れた。皆さんこんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では住まいコンサルタント真由美咲子が毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介しています。メッセージ募集してます。メールアドレスは 797@fmginowan.com。 またツイキャスト YouTube ライブでも配信してます。そちらからコメントどしどしお願いします。同時放送でリスンラジオもお送りしてます。どれも FM ギノワンホームページから入れます。いろんな形でお楽しみください。カンボイさんすごい優しいですね。優しい。そうなんですよ。そう1ヶ月あの集中撮りで、もうマナミンさんが多分あの、1月後半多分あのラジオ局 の, バスあのミキサーの方あの死んでると思うので最初で、はい、あの歌わない形で元気なうちに本当になんか1月のこと考えると今からこう、ね、怖いですよ ね, なんかね年末どころじゃないんですよね。でも1月あみたいな。でもその分2月でちょっと一応緩くやるって思うとちょっと楽しみなのもあるんですけど、ね、確かに確かにご褒美でね。2月はどっちを取るかみたいな。頑張ったご褒美で。すごいカープボーイさん今日の天気はどんなあいこれ意地悪ですねこれ。今日の天気は予想しましょうか。2ヶ月先を予想してみますか。はい、2ヶ月先を、はい。じゃあ、あと10秒で終わりますね。了解です。はい、今日はですね、2月。2週目に、はい、入りましたね。もう2月も。はい、あっという間に、はい、進んでいきますね。はい、収録なんですがカープボーイさんから、はい、ありがたいことにコメントをいただいておりまして、ありがとうございます、はい、カープボーイさん実はですね、そうなんですよ、今日まとめて撮るつもりなんですけれどもすごいですね、はい、すごいですね。カープボーイさんもすごいですね。いいですね、はい、付き合いますかカープボーイさん。すごいですよ。でもカープボーイさんちゃんと皆さんこんにちは、ワン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 、すごい、もうありがとうございます、はい、もう優しい、はい、今日の天気はどんな感じでしょうね。はい、そうですね、2月12日のですね、今日の天気はですね、ちょうど今日、はい、振りなんだこれは、振り休日なんですよ、はい、建国記念日、2月、あれ2月11日、そうですね、はい、2月11日が建国記念日で、2月12日が振り替え、はい、休日に、はい、なってまして、はいはい、皆さん休日なので、お休みなので結構たくさん聞く方いらっしゃるかな、はい、ありがとうございます、はい、お届けしていきたいと思います、はい、寒そうですね、2月12日、はい、ね、もうこの時だいぶ全国的に寒いです。寒いじゃないですか。はい。沖縄とはいえ。沖縄とはいえ寒いです。すいません、今日季節柄全然ないシースルーの、はい、お洋服を着てきてしまいました。はい、聞いてる人からしたらめっちゃ寒いでしょうね。なんかそんな格好でみたいな。はい、あ、そうか、プロキャンプ。あ、そうだ、プロ野球キャンプ、キャンプですよね。そうだ、真っ盛りですね。はい。はい、そうか、桜の季節も終わって、そうだ、桜の季節も終わって、早いですね。そっか、という間か、いや私たち、うん、何ちゅう時期のラジオを撮ってるんでしょう、はい、めちゃ季節が変わってるんだなっていうのを今すごい実感しましたね。はい、そうですね、そっかそっか、はい、2月、そっか、あ、ということは3連休なんですよね、だったんですよね。あ、そうそうそう、そうですね、3連休ですね、これが最終日に当たる、はい、最終日に当たりますね。そうだそうだ、はいはい、何か3連休のご予定は、3連休の予定は、はい、入れます、入れてやります、入れてやります。じゃあその続編は、うん、はい、3月に、3月に、そうですね、はい、はい、入ってると思いますので、はい、してます、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで、はい、
今日はですね、今日のお話は実は私この収録室に入ったのって今日初めてなんですよ、うんはいうん、そっか、はい、なんだかんだそうですね、はい、まだ体験したことのない、はい、体験したことがないんですが、はい、今ちょっと2回目の収録で、うん、これ入ってから40分ぐらい経ってますかね、はい、もう出たいなと思うもう脱出したいなというちょっと、はい、あの空間に囲まれてるんですけども、はいはいね、本当に何て言うんですかね、うん、なんかちょっと こじんまりとじゃないですけど、はいまあ、やっぱりあのいつも生放送するスタジオよりは、うん、もちろんちっちゃいのと、はい、あとやっぱ窓がない。そうですね、窓がなくて、これ何畳ぐらいですかね、はい、2.5 畳ぐらいかな、そうですね、2.3畳あるかないかですよね、あるかないかくらいですね、はい、はい、これちょっと見せても大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。はい今、さこさんがあのツイキャスでここ行くと見せようとしております。そうですね、この壁で、はいね、壁が、ね、これなんて言うんですかね、防音の加工というかあれで吸音、そうですね、はい、ここか、失礼します、吸音ボード、はい、っていう、はい、ものになって穴が開いていてですね、あの底をこう音を、うんはい、吸収するものになってるんですが、はい、そうですね、もう2月工事、はい、2月、はい、今工事真っ盛り、真っ盛りの時にどうでしょう、はい、提案なんですけども、うん、ここも色を塗り替えてみてはいかがかなって先ほど、はいはい、思ってて、すごい明暗だと私は思います、うん、そうですね、今実際にこう、はい、画像に映ってるもの、うん、色と室内の、はい、そうなんですよ、実際の色ってちょっと違ってて、はい、これは何で違うかというと、はい、もちろんあのこう映し出す画像 の、 あのバランスもあるんですけど、こう天井についてる蛍光灯のこの白い光っていうのも、まあ、影響はしてると思うので、はい、もうなんなら蛍光灯のこのお色も変えてみてはせっかくなのでいかがかなっていうことで、はい、あのこうね、うんお話ししてました。はい、はいっていう感じですね。私も確かに、うん、あのこのスタジオやっぱその殺風景あそうですね、そうですね、ちょっと、はいはい、殺風景なので悪くはないんですけどね、うん、白で、うんうん、明るく、うん、でもなんか白でも、うん、なんか暗く感じるんですよ。なるほど、うん、それはなんでですかね。ですね、はい、よくぞよくぞ聞いてくれました。はい、あのいい質問です、ありがとうございます。はい、うん、これはですね、はい、暗く感じるというのは、うん、今天井からの光一個だけだからです。うん、というのは、うん、今画面上で映し出されている、うん、あのところ以外に、はい、もうパーソナリティとミキサーさんの私たちって、うん、あの部屋全体が見えるじゃないですか。はい、そうすると影になってる部分が結構あるんですよ。うん、角角がですね。うん、例えばそこが下からライトが当たってたりとか、うん、いろんな角度で光が当たってると、あのなんていうのかな、この影がない部分っていうのがたくさんあればあるほど、うん、はい、なんていうんですかね、あ、なるほど、うん、あの明るく感じ、はい、ますます、はい、ますます、あの天井が、うん、あの一つ真下にこう、うんうん、電気が降りてきてるので、はい、天井がちょっと暗いの分かります、うん、ここの壁のこの空間より、うんうん、っていうのも暗く感じる原因の一つです。なので、うん、もし例えばちょっと明るくやっぱりしたいなと思うのであれば、はい、お金がかからない形にするのであれば、放送時に、うん、例えばスポットライトを、はい、こう購入してきて、うん、簡易あのこう持ち運びできる、はい、そこを天井に当てるだけでも、へー、うん、はい、あの効果あります。今度やってみようかな、ね、持ってきて、うん、あのニトリとか、はい、100均とかで安いやつ、あのライトあるので、はい、どういう風にして空間が変わるかっていうのを、うん、こっちでまなみんさんとやってもいいかも、あ、いいですね、あ、いいかもしれないですね、うん、あの、はい、実証で、はい、実証、はい、あの実際に、うんうん、やってもいいですね。面白いですね、うん、確かに。そのなんか照明、なんか照明に私もあまり こだわりがないというか、はい、家でもそこまでなんかめっちゃ間接照明があるわけでもなくて、
でもなんか照明でやっぱそうやって変わるってことですよね、この空間って。変わります、変わります。海外の人って、海外の人って、うん、海外のお話をする前に、うん、カープボーイさんがフランス料理をあのちょっとあの振り返りを先週のお話にありますかね。フランス料理のですね、はい、あのこれちょっとあのマナミンさん呼んでもらってもよろしいですか。はい、フランス料理食べたことある人が 54% で笑ったよね、はい、笑ったよかな。意外だね、宜野湾に加藤食堂、はい、加藤食堂ありますね、はい、フランス料理屋さんの、はい、あ、フランス料理屋さん、そうそう、料理屋さんというかあの居酒屋さん、フランス料理を出す居酒屋さんが、ね、ありますね、はい、コマーシャルが面白いらしいです。加藤食堂さんってコマーシャルやってるんですね、はい、ね、そうなんですね、私、あ、どこにあるんですか、ちなみに。あとですね、コンベンション、はい、あのコンベンションの近くなんですけども、はい、なんて言ったらいいですかね、こう、もしかして宜野湾中かな、あの辺りの裏通りにあります。うーん、はい、ちょっと中入ったところ、中入ったところですね、はい、あります、あります、おしゃれ、オシャンティーナ、オシャンティーナ、オシャンティーナというか、なんかこういい感じの大衆オシャンティー、おー、はい、っていう、あ、ちょっと今度探して、ぜひぜひ、はい、とてもね、あの敷店舗の広さ的にはそんなに人数入らないんですけど、うん、またそこがなんか隠れ家的で、隠れ家的な、はい、あ、そうなんですよ、いいです、はい、ぜひぜひ行ってみてください。ね、カープボーイさんもぜひ、はい、加藤食堂さんに。カープボーイさんはちなみに食べたことあるんでしたっけ。あ、そうですね、そういえばあれ、カープボーイさん 何も言ってないですね、どっちだったかな、うん、カープボーイさんもし食べたことなければ、うん、じゃあこの2月の間に。食べに行ってみては。カブオイさん、ものすごいことをあの口に出してしまった感が今あれですよ、私じゃないですよ、マナミンさん、あの FM ギノアのアイドル、はい、マナミンさんが、うん、はい、あの指名、はい、指名されたので、あ、はい、あのぜひあの、はい、その使命は果たされて、カブオイさん使命を背負ってしまう。そのミッションはあの、はい、ぜひ、はい、あの、うん、教えていただければ、教えていただければ。いや、面白いですね、まさかここでフランス料理が戻ってくると。先週のお話ですね、それ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あ、で、はい、何の話しただけ、照明の話でしたっけ。そうそうそう、はい、うん、あ、ちょっと待ってください、はい、あ、すごい、カープボーイさん、僕は一応ホテルの専門学校に行ってたので、はい、何回か食べたことありますよ、テーブルマナーの授業で。あ、そうなんですね、失礼しました。すごい、カープボーイさん、はい、ホテルマンになろうとしてたんですかね。そうですね、すごい、でもテーブルマナーの授業とかもされたんですね。あ、じゃあ完璧ですね、完璧です。じゃあ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ話は戻って、そうそうそう、照明の話でしたよね、うん、あ、そうです、あの照明って、うん、そうそう、海外の方は、はい、実は天井のライトってあんまり使わないの、うん、ご存知ですか。間接照明だ、間接照明という、はい、そのこれはあの直接照明っていうんですけども、はい、うん、間接照明といって、はい、例えばサイドランプだったり、はい、もう本当にテーブルランプ、うん、あの、テーブルの方にちょこっと置いたりとかして、はい、こう柔らかい空気、あ、柔らかいあの電気をこういくつか散りばめて、うん、こうお部屋の明かりを作ってるっていう、はいはい、感じなんですけど、はい、感じなんですね。で、あと色の光はやっぱり、黄色、黄色が、じゃあ白は少ないですか。白はあんまり見たことないですね、海外といってもあのすいません、あのヨーロッパだ、ヨーロッパとか、はい、そのちょっとのところがやっぱ黄色い光が、はい、多いですね。あ、そうなんですね、うん、で、私ちょっとあのお家でやってみて気づいたことあるんですけど、うん、はい、あのお家でですね、私ニトリの方で安く買ってきた丸い、うん、はい、床に置いたりとか、うん、丸いこのなんていうんですかね、テーブルランプっていうんですかね、はい、もう置き型、うんうん、もう本当にただ丸っこい、はい、あ、なんかわかる気がします。あの全然棒とか支えとかない、はい、うんうん、もうコロンと丸い、はい、のものを買ったんですよ、はい、はい、買って、まあ
ちょっと夜、はい、眩しい時に、うん、もうこれだけ1個つければいいやっていうので、うん、買ったものが去年あったんですけど、うん、今なんと、はい、もうこういう天井のライトをほとんどつけずに、うん、実はこれ1個で、うんはい、あのリビングとダイニングの方で、はい、実は家族みんなで過ごしております。はい、それぐらいあのめちゃくちゃあの慣れたら、最初の慣れたら全然いけますっていう、はい、いける、はい、なのでマナミンさんとかも最初はやっぱり暗いなって思うんですけども、はい、ずっとこうつけて、うん、こうあの夜寝る前とか、はい、本当に最初は10分とか20分とかやっていくと、うん、もう慣れちゃって、はい、逆にこのこういう天井の光が眩しくなってくると、はいはい、思いますので、ぜひ、ね、はい、あの節電にもなりますし、はい、かつあの癒し、はい、うん、癒しにもなりますの で、 でも確かにこういう光、うん、この直接照明とかって、はい、やっぱ、はい、強いイメージ、強いし明るいし、はい、特に白だとなおさら目がパッチリ、うんうん、そうですね、しちゃうっていうのを考えると、はい、なんかこの今のさっこさんの生活はなんか癒しな感じが、そうですね、うん、はい、あの1個って通常1個で、はい、でじゃあ手元どうすんのっていう話あるじゃないですか、うん、はい、手元はもう本当に、まあ、あのテーブルでやっぱり作業してたら、うん、そこだけあのランプを当てて、はい、はい、やればいいので、うん、もう今それでやってるって感じですね。まあ、賛否両論はあると思うんですけどね。それでじゃあ十分いける、うん、過ごせてる。いや、過ごせてますね。ちょっとびっくりして私も、はい、逆になんかこうそう、まあ、ちょっとさすがにこうね、掃除とか少しそういったなんか作業するとき、うん、作業というか床に何か物を干してるとかは見えないので、うん、その時にこう明かりつけたりとかするんですけど、うん、逆に眩しいって感じて、うん、はい、用が終わったらまた消すみたいな、うん、やってるので、ぜひぜひちょっと試してみたい、はい、あの試してみてほしいなって思います、はい、もう数千円で買えるので、はい、うん、もうその多分マナミンさんとかのお部屋の広さだと、うん、それ一個で暮らせるんじゃないかなと、はい、はい、いいですね、うん、はい、そして赤部ボイさんから、はい、でも間接照明なんかめんどくさいよね、うんうん、直接照明の方が手っ取り早いからみんな使うんじゃないかな、もっと言ったら、暖炉かな、うん、暖炉の火が一番見ていい感じだよね、うん、そうですね、おっしゃるように本当だとね、暖炉の火とかキャンプファイヤー落ちてきたので、ね、最高なんですけどね、火のあれいいって言いますよね、なんかこの揺らぎ、揺らぎ、あ、そうそうそう、揺らぎが F 分の1の揺らぎっていう、はい、もので、はい、あのあとやっぱ火って自然のものなので、はい、いいっていう目に、なるほど、なんかそれで今思い出したんですけど、はい、私昔あの働いてたリゾートホテルのラウンジにあのろうそくの形の照明で、うんうん、あのなんていうんですか、火がつかない、あ、こっち、うん、こっちがこう揺れてる、いやいや、はい、わかります、あれどうですか、あ、いいと思います、あれでも憧れてて、なんかあれをこのラウンジに置いてたやつ一応お気に入りで、うん、なんかこれいいなと思いながらなんかどこに売ってるんだろうってよく探してたんですけど、はい、最近いろんなところで見るようになったので、うんうん、そうそうそう、なんかあれいいなって思って、あ、いいと思いますよ、あ、いい、あの、うん、本当に最初はそう、はい、カープボーイさんが、うん、あの人にもよると思うんですけど、はい、カープボーイさんがおっしゃるように、うん、確かにめんどくさいんですよ、うん、めんどくさいんですけど、はい、でも慣れたら、うん、本当にこれが、はい、なんか落ち着くというか、うん、あのぜひあのマナミンさんも、はい、こうろうそく、うん、1本だとねちょっと弱いと思うので、うん、2、3本買って、うん、こうね、3本ぐらい、はい、なんか、うん、こう最後本当に寝る前にホットティーとか、うん、なんかね飲む時とかにそばに置いて飲むっていうだけでも、うん、うんうん、本当慣れてくとつけなくなっちゃうっていうのは、そうそう、私自身は、うんうん、やってたからっていう感じですね。あれもでも焚き火バージョンもありますよね。あの炎が揺らめくから分かるやつ、布みたいなので分かる、見たことあります？分かんないです。いや、どいや、商品的には売ってるか分かんないんですけど、たまになんかどっかのお店で、なんか焚き火をイメージ、あ、なんていうの、この薪焚きをイメージするために、なんか
ディズニーとかでもあるじゃないですか、こう布が下から風がブオーっとこう、はい、ありましたっけ、あの水なんか上がっていて、うん、あの火は本当に出せないから、うん、なんか布っぽい感じで光あ、そうそうそう、あのあったかい赤い光当てて、はい、炎を出してるような、あでも確かになんか ああいうのありますよね、はいはい、詳しくはちょっと覚えてないんですけど、うんうん、あそっかそっか、ああいうのでいいのかな、はい、門っちょとかに本当に、はい、まあ、あのお部屋ワンルームとかのお部屋だったら1個とかでも全然いいんですけど、はい、門っちょとかにあのテーブルランプを2箇所置いて、はい、もうやるっていうのもめちゃくちゃいいんですけど、あの形もでも私は気に入ってるんですよ、あの丸っこい、はい、もう、はい、あのメーカーさんの言って、もちろんニトリの皆さんニトリに丸っこい、はい、フロアランプですね、はい、フロアランプっていう床、フロアっていう床のもので、よくソファーのそばに置いてるようななんかイメージ写真が、はい、ニトリさんです、あると思います、フロアランプです、はい、ちょっとニトリ行きます、ぜひぜひあのおすすめです、はい、あじゃあいいですね、私こ今年はちょっとじゃあ2024年は、うん、はい、あの間接照明を取り入れる、いいと思います、うん、はい、明るさだけでも全然ここそれ置くだけですごく変わってくるので、うん、はい、一回なんかここじゃなく、あの外の明るいとこじゃなくて、ここで検証でもできないですか、生放送で、あ生放送一応できますよ、あ、はい、だったら持ってきて、はい、なんか暗くしてなんかはい、やるっていうのもいいですね。いいですね、はい、いいかもしれない。ああいいですね。なんかリアルに、うん、リアルにね。あいいかも、こんなに、はい、こんな感じでとかってなんかこうレイアウトするのもいいかもしれないですね。はい、壁に、ね、ここ使ってもいいな。はい。あそうそう。で今日はあの照明の話でちょっとスタジオの話、はい、いろいろしたんですけど、はい、残り一応あと4分くらいで、そうですね、スタジオ次回もちょっとこのスタジオについて、はい、いろいろなんか工夫ができるお話できたらなと思ってます、はい、はい、じゃあ次回はまた別編で、はい、ありがとうございます、はい、残りカップボーイさんのなんかお話できます、はい、ありがとうございます、今ちょっと思ったけど間接照明って薄暗いから掃除しない、うん、のごまかせるっていうメリットもあるのかな、いやいやいや、昼は見えます、昼見えます、うん、昼はちなみにそれこそあれですか、うん、昼もずっとそれつけたままで、あそっか、日が当たらない暗い場所だとちょっと、はい、部屋によっては、うん、私の部屋も結構一応日は入るので昼は多分明るいんですけど、うんうん、部屋によってはそれだけでも行けるところもあるじゃないですか、はい、はい、行けます行けます、はい、昼によって、うん、あでも結局下から当ててるので、うん、もしかしたらこの上から天井から、うん、あの照るものよりか明るく感じるかもしれないです、うん、はい、光って反射、壁に反射すると、はい、反射で明るくなるんですよ、うん、部屋って実はそうなんですよ、なのであそこの反射具合も、はい、なんか重要というか、うん、重要ですね、っていう感じなんですね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、そしてあじゃあカズボーイさんの時間まで紹介しましょう、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、なんかそれ今の生活だと間接照明はいいけどスマホ使ったらスマホの照明が目立ちそうな気もするねそうですねあ、いやでも、はい、スマホよりかはちょっと、うん、あの温かみのある、はい、優しいちょっと強めの光ですね、この私が使ってる、はい、フロアランプっていうのが、うん、そして沖縄の人はろうそくって言ったら昔の子どもの頃の体験を思い出すんじゃないの、いいですね、はい、あの光の当て方で、はい、こっちでやるのも検証するのもいいかも、光の当て方で、はい、あの怖さとか、はい、あの癒しさってあの癒すってあるので、はい、それもここで検証しましょう、はい、あいいですね、いい場所だここ検証部屋、検証部屋いい場所だ、1月やってみましょう、あ1月、はい、そうそう1月あれ戻るやん違うやん、次3月にしないといけないね、ごめんなさいね、1月すでに終わったみたいになっちゃう、終わってる、はい、はい、じゃあ皆さんぜひじゃあ3月はなんかそういうちょっと実験、はい、実験こっちでやってみます ね、 う, すね、うん、いいですね、いいですね、はい、じゃあということで、はい、また来週、はい、あの別の話題でこのスタジオを、ね、このスタジオを、はい、はい、いい空間にしていこうという、はい、はい、今週もありがとうございました、ありがとうございました、オッケーです、いや面白かった
カープボーイさんまた一旦終わりますね。また3、あと3回目、あと2回ですね。